年一番今年一番だから今日だから そこをまだ引きずりながら途中であの1月3日の日に中学校の同窓会ね来たんで参加で出してしたら「いやいいから歌え」って言うの。それは何え俺は参加って歌えってことは仕事しろっていうことか俺は正月早々って言いながらお祝い事ですからもう嬉しいじゃないですか。そうやって歌ったのが最初の第一歌なんですけどやっぱりこうなんていうのかなやっぱライブ違うんだよね待ってました。だからテレビ本当ありがとうございます。もう本当にまあ、嬉しい。去年一番最後に歌った歌場所は伊良湖岬小石ヶ浜浜辺の横、まあ、ちょっと横に、かまぼこが出したリゾートホテルがあるんですよ。名鉄が途中で手引いちゃったらインドの人が買ってホテル再生会社が入ってよりリーズナブルなリゾート地として、そんな場所でカウントダウンをして前やっぱり伊良湖ですから今日はこんな歌をスタートにしたいと思います。古い古いフォークソング日本のフォークソングだとフォークソング方々ソング旅の歌伊良湖を舞台に作られた歌です。名も知らぬ遠き島より流れ寄るヤシの実ひとつふるさとの岸を離れて波に行く月元の木は生い茂れる枝はなお我もまた渚を枕ひとりみの浮き根の旅路旅路を継ぎ
もやっぱ歌っていきたいななんて思いながら、ここに来たんですよ。僕は何を思い浮かべるかというと、ここに入ってきた途端にやっぱバンジョー、バンジョー、まあ、俺の友達では吉崎宏なんてスーパーバンジョーによくわからん、早すぎて目が回っちゃう。あの小松崎刑事なんてバンジョーお前、あのバンジョーお前って結構いて、まあ、そんな友達と一緒に、ブルーグラス、僕が雇うんだけどブルーグラスもどき、ね、こういうとこ来るとそんなリズムに浸りたくなってしまう。じゃないかよレイティおいらもこういう店でスイングじゃなくても、なんだろうお前はブルーですね、カントリーいいや、楽しくね、魔法の扉をの、そのカントリーミュージックからいろんなこう他の音
一番日本語でこう、あ、これで日本語っていいなと思って、ファーストアルバムにはこれ入れたんですよ。久しぶりにこう歌っています。ちょっと寒いんで春に思いを寄せて、春になるたび思い出し、花を摘んでた友の笑顔、谷間の虹を追いかけて、楽しい夢を語り合った。思い出はいつも消えてゆく、ひとつひとつ
高校ぐらいでしたけど、そんなのでもね、この歌はやられました。あともう一曲、今日は一人でもう一曲の歌を、僕がやられた歌、やられた歌アメリカ、ここはね、アメリカですからね、やっぱね、アメリカからの音楽でもう給食もそうだけど、もう全てアメリカからと、なんかそんな洗い下げみたいなもので生きてきちゃって、60年代はもう本当にあれですよ、ララビー牧場やら、ラッシーとかね、名犬ラッシーとか、あんなものにやられて、もうほとんどアメリカに毒されて、ずっと来てアメリカの音楽ばっかり聴いちゃって、でスイングドアの向こうに行っちゃったんだけど、もっとするんだけど、それがですね、もうその中でやっぱりね、すごい好きな歌があって、年末のクリスマスに小田和正さんがやってる番組がずっとあるじゃないですか。あれの最初のまだ1回目2回目ぐらいの時にですね、小田和正と山本純子さんと森山良子さんもでしたかな、松田久子さんはまだ独身の頃ですよそこでね、歌われてた歌で、ね、Today っていう曲が流れるんですよ。これね、そんなに有名な人が作ったんじゃなくて、でもね、ジョン・デンバーとか、やっぱライブでは、向こうのライブではかなり歌ってた曲なんですね。で、僕もその曲はね、ニュークリスティ・ミンストレルズという、レコードで知ったんですね。で、いい曲だなと思いながら、ずっと友達なんかと一緒にハモっちゃったりして、そんな友達にちょっと、最近は歌ってなかったので、そんな友達に捧げた歌なんですけど、 Today's Song、 そんな歌を聴いてもらおうと思います。 Today's Song、キャンパス日だまりの中で、今日という歌ハモりながら何度も繰り返す、ステッカーだらけのギターケース、ボタンダウンのシャツ、憧れ続けたアメリカンミュージック、僕らの教科書だった。今でもふと思い出す、笑顔あふれるフォトグラフ、トゥーブートハーモニースリーフィンガーピッキング、あの頃のように、時のいたずらにさまよいながら昨日を振り返る、明日を夢見た Today's Song、君と歌う春を待つ。切らずに羨ましいやつと
擦り切れた針の音、破れかけのライナーの打つ、ちょっぴり切なく染みた。夜通し飲み明かし、語り合った夢、かけがえのない季節。焦げた畳の脆い景色やは今もあるだろうか。今でもふと聞いてみる、伸びきったカセットテープ Two bed harmony Sleeping a big king あの頃のように。自由の風に吹かれながら、同じ空の下、明日を夢見た Today's a song、 君と歌う春を待つ、明日を夢見た Today's a song、 君と歌う春を待つ。去年は結構テルキーと九州に2回行ったね、はい、九州2回行ったんですよ。鹿児島とかね、人吉、小林は、あれ何県だ、小林はもう宮崎なんだね、あそこのね、あのやっぱ行ってるとね、だん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 こうやってね、何県だとかね、そんないらんことばっかり覚えるのよこんなことはね、あのだんだん得にもならないからね。でもまあ知ってるとね、あのあれですよ、あのいろんな、あの宮崎県はどんなものがうまいとかね、あのこの辺からあの温泉がなくなるとかね、そういうね、すっごいいいとこ行ったよな。あの人吉からずっとループ橋っていうのがずっと入って、わかりますか、で小林の方に抜ける途中のあの上のとこ、エビのというところに温泉があって、そこの温泉良くていいな、いいないいでしょ、いいな、まあ本当に腹をくくるしかないですよ、こういうことやまあテレビが出たから、そんなしょっちゅうこんなおっさんにプラプラついてたら、あの仕事にはならないかもしれんもんだから、それはいかんかもしれんが、食べちゃってどこいやっていう感じで去年2回ほどで、てるてる家族も3回、3カ所、久しぶりにやりましたけど、久しぶりにテレビと今日の中華で、テレビにやったのはあのもう13年ぐらい前です。ちょうど僕があのお友達というアルバムを作った51歳です、その時。その半年ぐらい前にテルキーと出会って、名古屋のあのライブハウスで、これだ俺の変だって適当な譜面を渡してテルキーちょっとこれ吹いてくれ、練習もせずに、それがテルキーだった。
れ大体そんなもんなんだよね。でもあの鮮烈に覚えてて、おこのこいつなんかなんだろうって、ユーフォニウムじゃなくてその時はチューバだったんで、チューバの人かな、チューバってベースかって思ってて、ちょうどレコーディングに豊橋の市電の歌をレコーディングしようと思って、これはもう豊橋の市電だから、もうあのまさしくニューオーリンズの市電と同じように、でもどうせちくわだからね、書いてあるのは。でもなんかテレビのこのチューバの音がこれ、この市電の乗ったりした感じが欲しい時にちょうど出会った。今日はその出会いの曲、手足ストリートカーという曲をお送りしたいと思います。品のいい赤味噌の歌です。青黄色に光るボディー揺らし、行くは夏の終わりの白い雲の下、窓ガラス越しの街並み、調子を出した頃にはもう次の停車は何度も繰り返し終点へストップ&ゴー、お仕事お買い物学校暇つぶし、ひと息だけじゃもったいない、豊橋ストリートか暮らしの中をみんなの夢のせい
もう大赤字電車でしてね、あのね、これだからなんか面白いこと、いやいや、せっかくならあのニューオリンズ行った時に乗った自然がか、あのかっこよくて、なんかあんな風に、まあ、あんな風にはならんだろうけど、音楽の中だけでもつってね、これレコーディングでね、あの、ラグタイムピアノとね、僕はあの、へったくそなバンジョ、三色がおったらね、三色のバンジョあのカッティングしてもらったんですけど、自分であのバンジョ入れたり、フィドルも入って、で、テルキも、このチューバで参加してくれて、でそれがね、僕のあの、まあ、テルキとの出会いで、で、そのレコーディング結構ね、やっぱ面白くて、テルキのいろんなことが分かって、この人はね、アレンジをするっていう素晴らしいあの、なんかさまあ、勉強してきたわけだよね、アメリカ行って、ちょうどアメリカから帰ってきたくらいでプラプラしとったのよ、この人。ちょっと、お水飲んでいい、ちょっと。本当にね、あのプラプラしとるよ、カルネちゃんがプラプラしとるから遊んだってとか言って。最初それだよね。はい、で、ったら覆面かぶったなんか、二人組でやってるとか、なんか、あげたことやってるもんだから、なんか面白かったなぁなんて思って、すぐにで僕はね、そう、おもろいやつ見つけるとね、すぐね、音源残しちゃう。だからレコーディングに参加したし、これでテルキがさ、俺のアルバムに二つは入ってるんですよ。で、テルテル家族入れれば三つ。もう、なくてはならない。介護よろしくみたいな教えるけばいいですか。さそしてくれるの今でもしてほしい